マインシュッペッサルド線は、バイエルン州、ウンターフランケン行政管区のビュルツブルグ中央駅とアシャフフェンブルク中央駅を結ぶ鉄道路線である。この路線は、フランクフルトアシャフ,フェンブルク線と共にラインマインの大都市圏とウンターフランケン中心都市のビュルツブルグを結び、ニュルンベルクやミュンヘンまでの鉄道路線と連結されるため、遠距離交通と貨物輸送の部分に、 重要な意味を持つ。名前は、マインガとシュペッサルトの森から由来する。列車は、ビュルツブルグ中央駅を出発して、2004年、レールリオンによって廃止された、走車場を通過する。ファイツホエヒハイム駅の直前で、ハノーファービュルツブルグ高速線が高架橋で交差する。この路線は、マインガに沿って続き、右側には、国道27号が、 部分的に緊密に並行している。ベルンタニ線は、ベルンフェルトでこの路線と合流するが、ゲーミュンデン駅まで接続しない。マイン側は、ゲーミュンデンでは180度近くの曲線で流れる。この路線も同じく、マイン側と並んで曲がり、もう一度高速線と交差する。ゲーミュンデン駅では、ゲーミュンデンエベンハウゼン線と、フリーデンゲーミュンデン線が分岐する。 ロール駅の東側にある南天バッハ分岐点には南天バッハ連結線が接続しビュルツブルグハノバー高速線とロールハイ無信号上で合流するこの連結線を通じて IC、アイス列車はビュルツブルク方向に走り運行時間を短縮するのが可能である列車がロール駅到着の前に出ッサルトの森に入るロール駅からハイゲンブリケン駅までは 上り坂が2 0トル続いている。2017年6月まで列車は長さ9 2 6ルのシュバルツ・コプフトンネルと平均傾斜率19パーミルのシュペッサルト上り坂を通過した。ホエスバッハ駅の直前にアウトバーン3号線がこの路線と立体交差する。アシャフェンブルク中央駅にはキロメートル表示が変わる。それは アシャフェンブルク以北の区間がバイエルンに属しない、鉄道会社に管理された時代の遺産である。1846年5月23日バイエルン、議会は、王立バイエルン鉄道の幹線路線として、ルートビヒ西部鉄道の建設の法律案を議決した。西部鉄道はその法令によって、コンセッション方式で建設された。1854年10月1日バンベルクから、 ビュルツブルク経由で、ヘッセン国境まで至る、鉄道線が開通した。第二次世界大戦の期間には、マインシュペッサルト線は重要な輸送経路だけではなく、連合軍空中爆撃の標的であった。1954年10月10日からビュルツブルク、ファイズホエヒハイム区間の電化が始まって、1957年9月26日、全区間の電化は完了した。 その時から補助機関車が必要な場合は減少した。1970年夏の通行量は1日あたり365列車編ですごく緊迫した。ハノーバー・ビュルツブルグ高速線の計画と関連して連邦鉄道は鉄道網回収プログラム1970でアシャフェンブルク・ビュルツブルク補助線という新線建設案を出した。新線は ゲミンデン・ビュルツブルク区間の過度な通行量を分散するべしだった。ドイツ連邦交通計画1973の内容ではビュルツブルグ・アシャフフェンブルク高速線が含まれた。しかし、その計画はシュペッサルト森の既存を恐れた自然保護団体の反対にぶつかって連邦鉄道は計画を断念した。ドイツ連邦交通計画1980では 高速線新設の代わりに、アシャフフェンブルクゲミンデン区間の改修工事が企画されていた。1980年2月25日、ハノーバー・ビュルツブルグ高速線プロジェクトグループは、シャフフェンブルクゲミンデン区間の改良工事を促進するオーダーを受けた。その作業の内容は、シュペッサルと上り坂の領域にトンネルを新設する、以外に南天バッハ連結線を建設することであった。 1982年の計画案は、アシャフフェンブルクゲーム運転区間中、約 37.6km 区間を、連続列車制御装置で、最高時速 200km で走行できる、よう、改良することであった。他の文献によれば、南天バッハ連結線とシュバルツコプフトンネル西側の、迂回経路建設は改修プロジェクトとして計画された。新線は、 ホエスバフハの南側を経て、ビースタールで既存線路と合流することになった。工事区間は、総 28km、時速 200km で、走行可能で、7つのトンネルが建設されることになった。1983年春にラウフアッハダニの活動家団体が結成され、新線建設に反対する運動を起こした。 ドイツ連邦交通計画1985では、ゲーム運転アシャフフェンブルク区間の改修はまだ、計画中の状態であった。2002年、ハーナウ・ビュルツブルグ新線建設及び、改修プロジェクトに関する地域社会影響評価の、結果、ハイゲンブリュック圏東側の直線化は、森の地帯に非常に高い影響を与えるため排除、された。葛藤の少ない解決策を見つけるのはまだで、 不可能であった。2006年8月28日連邦交通、建設、都市開発省は少ない建設費用と最高速度の向上の目的で、ラウフアッハ,ハハイゲンブリュッケン区間の移設を決定した。建設会社のコンソーシアムへオーダーが与えられた後、2013年夏に土木工事が始まった。2017年6月19日ラウフアッハ。 ハイゲンブリュッケン区間が移設されて、マインシッペッサルト線の路線距離は約500メートルずつ短縮された。初遠ライントンネルの北側入り口ロールバッハ信号場の高速用、分岐器南天バッハ連結線は、マインシッペッサルト線とハノーバービュルツブルク高速線を結ぶ高速列車用連結線である。連結線は、マインシッペッサルト群のイエンドルフ町で分岐し、 ロールバッハ信号上で高速線に合流する。路線距離は1 1 3トルで、全区間伏線で、電車線と連続列車制御装置が設備されている。連結線は、多い人工構造構造物の印象を与えて、マインダニの鉄道橋、高速線のミュールベルクトンネルと交差する、諸円ライントンネル、残りの3つのトンネルと構成されている。連結線は、 シュペッサルと自然公園の中にある。最大傾斜率は12.5パーミル。最小曲率半径は2650メートル。レールの間隔は4.70メートルである。許容速度は時速200キロメートルで、列車は分岐器によって在来線へ最大時速150キロメートルで進入できる。ハノーバーからの高速線と合流地点では、 時速 200km の可能な分岐器が特徴である。ハノーファー・ビュルツブルグ高速線と連結する南天バッハ連結線の建設計画は1975年9月導入された。建設許可は1978年6月連邦交通省によって鉄道法14条3項の根拠で与えられた。1988年夏フルダー。 ビュルツブルグ区間が開業された時、連結線用の分岐線路と信号機が準備されていた。南天バッハ連結線の建設は1990年3月に始まった。トンネルの施行では新オーストリアトンネル工法が応用されて、トンネルの長い排水路は必要なかった。連結線建設と同時に、国道26号の経路変更が計画され、その道路は移設された。 建設費は1991年に約3億3000万,万、マルクと算定された。1994年6月連結線は開通して、過去のハーナウ、ロールバッハ区間の改修プロジェクトは一旦、完成された。南天バッハ連結線上のアイス列車、南天バッハ分岐点とハーナウ中央駅の間に、アイス列車だけではなく、快速列車や普通列車も運行されている。 2014年12月までは高速線を経由する代わりに、ゲミュンデン駅に停車する IC 列車も存在した。ミュンヘンルール地方間を往復するアイス列車は最初は2時間間隔で運行されたが、2006年12月以来本列車が1時間に1本通行する。その上、パッサウからこの路線を経由して、ドルトムントに土着する優等列車も2時間間隔で運行されたことがある。 2007年12月ウィーンフランクフルト間のアイス路線がオーストリア連邦鉄道の協力で実現された。高速線を利用することができない場合、高速列車がこの路線を通じてゲーミュン電駅を経由するのも可能である。ビュルツブルグ中央駅に到着する快速列車ロール駅を通過する貨物列車地域部門にはフランクフルトビュルツブルグ間快速列車が1時間に1本。 通行する。2006年12月からこの路線は、ビュールツブルグニュルンベルク間の快速列車路線と分離されている。ビュールツブルグビースタル間は、マインフランケン運輸連合の区域に属し、ハイゲンブリュケンカルアームマイン間は、運送会社バイエルン・ウンターマインの管轄下にある。バブの区域は、ほとんど RMV の繊維区域で、RMV 繊維区域とバブ区域の間に一つの、 キップデル使者を利用するのが可能である。バイリシュス五節ブラッド1846、ナンバー1、S5、ルディガーブロック、アウフネウエンベイガン、第ニューボーストレッキンデアドイチェンバンデスバーン、イン、アイゼンバーン、クリアスペシャル、ホッチジアシュウィンディーグケイツバーキア、ナンバー21、 1991オーネイシュン S30 3 5バーファレンズルアバイフォーツクレイテンドンディービープランガンインバイエリッシェスターツゼイトン18エイプリル1980 S4 ボルフガングエルンストシグネルテクニシャロメンプランフュアダイネウウントオースボーストレッキンインシグナルダロート BDJG 74ナンバー4 イシ衣春0037から 4997S7076 アクタインスジェメインシャフトゲートズデンバーガーンインアスチャルファンバーガーウォックスブラット 5MRZ1983 ルディガーブロックアイスレンバン大乳房ストレッキンインアイゼンバーンクリアスペシャルホッチジアシュインディグケイツバーキアナンバー211991オーレイシュン S3645、インマール・ゴリッセン、ローメンプ・フィンドリッチ・キツプルーファン・イム・グライス・ドライエック、ハーナウ、フルド、ベルゼバーク、イン、デ・アイゼン・バニン・ジーニャー、バンド53 number 4, 2002,、e、ナンバー、4、エイプリル2002、イシュン0013から2810、S3436、バンドスバーキス・ミニスティリアム・フュア・バーキア、バウンとスターティン・ツイクラン、 グランズリヒトフィアネウバウデシュワルツェコフチューノルズ、プレスミティランフォーム28、オーガスト2006、トラセンプレイスソフトウェア2011インフォ、デアアーカイブリンクベルダウトアマティエッシュアインギセスト、ウントノフホニヒトゲパリフト、ビッテプラフオリジナル、ウントアーカイブリンクジェマスアンライタングウントエンファーン、ダンディーゼンヒンワイス、デアディーワイス、デアディーネッツエジー、 トラセンランチフォイナンティンバックナーハローバックホン11331キロメートル。ハット ABC ドイチェ・バンデスバーン。ハウトテイラン・ファーウィージ・プリジェクト・デア。バンデスバンダーク・タイオン・ニュルンベルク。ウーバーデン・フラス・ウント・ディ・ヒダイ・ベルジュ。ダイ・バー・ビン・デュング・スカーブ・ナンティンバック。ブロシア・ニュルンベルク。1993。S2、4、6、10、12。 14.A.B. 大ナンティンバッカーカーブフォアデアインビトリブナムインアイゼンバーンジャーナルスペシャル 101993ISBN3 から922404から54から 5S34F ドイチェバンデスバーン・バンデスバーンバンデスバンダークタイオン・ユルンベルクプロジェクト・グラップ H WSD デア・ボンバーザントレイルニューボーストレック・ハノーバーベルチェーバークデア・ランドレッキン・タネル ボートリエブ、オースオ、スタトゥーング・ウント・コストン、ニュルンベルク、デトセンバー1984、S32、ユルゲン・ホーストル、マーカス・ニット、アイス、ポジョイエズジアフュアノイエストレッキン、オールフスリー・バーラグ、チューリヒ、ビスバダン1991、ISBN3 から280から01994、X、S1419、ジョゼフ・ズナー、デアス・コンデン・タネル、イン、 ベトン、8、1991、S378-380、ボルフガング編、エーベルハルト JNSCH、ホッチジアシ、ウィンディングケイツバーキアインドイッチランド、アイネジシャンビランズ、イン、ボルフラムオーマーティンソン、セオロン、アイス、ツークデアツクンフト、ヘストラ、バーラグ、ドムスタッド1997、S90-99、VVM の鉄道及び、 バス路線、VVB の資料バブと RMV 間の線域域、情報バブの資料アシャフェンブルクピュルツブルグ間普通、快速列車時刻表ドイツ鉄道の資料。ありがとうございます。